時刻は7時35分を回りました。FM ギノアンをお聞きの皆さん、おはようございます。今日は10月の25日、モーニングエイト、これから生放送でお届けいたします。ギノアン市急なギノアンヒルズ通り沿いにあります、FM ギノアンのスタジオから、火曜日担当のミーノがお送りしますよ。よろしくお願いします。ということで、実は、私今日、北谷町、チュラハマ大使のユニフォームを着て、ラジオをしているので、いつもよりもおしとやかに放送ができるんじゃないかと思っておりますっていう感じなんですけどね。でもこういうのがもう1時間半続くとは限りませんので今日のテーマも早速紹介します。今日のテーマはユニフォームですよ。ユニフォーム、まあ日本語で言ったら制服ですよね。うん、皆さん学生の時制服どんなのつけてましたか？仕事の時今でも制服ってつけますか？ユニフォームにまつわる話お待ちしています。私高校の時西原高校に通っていたんですけれども、当時は茶色い制服だったんです。スカートもブレザーもネクタイも。で沖縄によく出てくる、夏にねよく出てくる G の名前だったんですよ。そうなんだ、うん、方言で言ったらね、扉の方方言で言ったら標準語で言っていいんじゃないかと思うかもしれないけど、まあ、朝だからさソフトに行こうね最初はね、うん、そう扉制服って呼ばれてたんですけど、今実は変わっていてチェック柄になってるんですよ。スカートが、ブレザーも紺色になっていてすごい可愛らしくなってるんですよ。ちょっと羨ましいなぁと思う反面、残念、寂しいっていう思いもありますね。制服が変わってしまったので、あの制服は西原高校だって、なんか、あまり思わなくなったと言いますか。ちょっと寂しいよね。そういうエピソードもあります。皆さんはどうでしたでしょうか？ユニフォームにまつわる話お待ちしています。この番組では皆様からのリクエストやメッセージを募集しております。今日のメールのテーマはユニフォームですよ。メールアドレス797@fmginoan.com 797@fmginoan.com です。また FM ギノアンではユーストリームとツイキャスで映像と音声をネット配信しております。 FM ギノアンのホームページから見ることができますのでチェックしてください。ツイッターも連動していますのでたくさんツイートして楽しんでいってください。ということで今日はですね、まあ、ミノリズムもありますけれども観光についてお話しするコーナーもありますが、今日で最後になりますね。宜野湾市で行われている、中学生が長崎県に行って、平和学習授業を行ったというお話、コーナーもありますので、そちらもぜひお聞きください。それでは、本日のオープニングナンバーに行っちゃいましょう。The Chainsmoker by, no, by Chainsmoker Don't Let Me Down featuring Daya. Don't Let Me Down? 当たってますよね。当たってますよね。よかった。びっくりしたー。なんで乗って。私がアーティスト名間違った。なんだよ、曲が違うと思ったじゃないか皆さんおはようございます。立ってみましょうか、ちょっと下がってせっかくなんで。はい、こんな感じですよ。かわいいね。帽子もあるんです。どうですか。はい、くるっと一回転。はい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 、いいですね。だが裸足。裸足。ここは土足禁止でございます。そうです。靴を靴脱いで入ったらビンタされますよ。あ、靴履いてね。靴脱いで入ったら。うん、コスプレ可愛いってコスプレになってますね。コスプレじゃありません
AKB ファンがこんなこと言ってますよ。せっかくよく山ちゃん、みの写真撮ってサイン付きでちょうだい。嫌です。写真が本人と違うから嫌です。なんで？じゃあこの AKB の。あ、本人ですか？うん。あなた沖縄来た時会えばいいじゃないですかね。うん、私沖縄いるよ。今度年末来るから。自分で写真もらってください。サインももらってください。練習しとこう。サイン俺が教えるよ。教える？もう考えた。俺ミーノのサイン。どんなのですか？みーの。あー、それ中学生の時のサインです。みーのらしいさ。すごくないですか、このアーティストが来るって。このアーティストが来るってすごくないですか？すごい、かっこいいね、この人。時刻は7時42分を回りました。 79.7MHz FM 技能よりお天気と道路交通情報をお伝えします。まずは沖縄地方のお天気からです。本日10月の25日、沖縄地方は高気圧に覆われて晴れており、にわか雨の降るところがあります。降水確率は朝6時からお昼12時までが 20%、 その後は 10% となっています。日中の最高気温は30度です。まだまだ暑い。東の風晴れ、ところにより雨。あ、違う。東の風晴れ、ところにより朝まで雨。波の高さは2メートルでうねりを伴うでしょうということで、朝起きて車に乗ろうとした時に、車が濡れてると思いまして。ああ、夜そういえば降ってたなぁと思ったんですけど、朝までちょっと降ってたようですね。そうだよ。降ってましたか、沖縄市も。降ってないですか、沖縄市は。浦添市降ってました。あ、じゃあ降ってたかも。何ですかその適当な感じ。ということですね。今日は降水確率かなり低くなっていますので、平日だけどお出かけしたくなるような天気かもしれない。ドライブ行きたいですね。今日海綺麗だはずよ、いいはず。はい、続いて道路交通情報です。昨日ですね、私高速道路乗ったんですけれども、やっぱり規制がかかっていました。宜野座インターチェンジか許田インターチェンジ、この区間で上りですね、工事中のため追い越し車線規制となっております。結構長い距離規制されていましたので、この辺りはスピードを上げての走行はちょっと危険な感じがしますよ。そしてこちら沖縄自動車道下り、那覇インターチェンジ付近でも、渋滞が発生しております。そして同じくですね、下り西原インターチェンジ付近、工事中のため規制がかかっております。ご注意ください。続いて一般道路です。現在58号線南行きは王者名から牧港まで渋滞です。そして前原から王者名への道、こちらも、58号線向けは渋滞が発生しております。そして330号線は、
現在古島の方で混雑が発生していますね。南行き330号、混雑が発生しております。これからもっともっと渋滞が激しくなると思われますので、お気をつけて運転してください。以上、道路交通情報をお伝えしました。メッセージ紹介していきましょう。おはようございます、ミニノちゃん、かっこ FM ギノワン顧問山内さん、かっこ FM ギノワン社長今日もおかしな銀のトロンボーンです。おはようございます。さて、本日のモーニングエイトのテーマ、ユニフォームですか。今は着ているユニフォーム、作業服、会社によって色やデザインや生地が違いますが、中学の頃は補欠だったけどバレーボール部だったのでバレーボールのユニフォームを着ていました。ほほう。ただ当時のユニフォームは今のとは違い長袖でした。皆さん想像してみてください。みーのちゃんに着てほしいユニフォームはパイロット、山内さんには秋葉原のメイド服。なんでやねんパイロットかっこいいですよね。女性のパイロット見たことないな、私は。女性ってパイロットなれますか。なれないかね。なれないですかね。なれますか、うん、かっこいいな、女性がパイロットのユニフォーム着てたら、はあ、憧れるよ。バレーのユニフォームってなんで長袖なんですか。私結構昔から思ってた。痛いから。痛いから。今ノースリーブじゃないですか。嘘。うん、あの日本代表のユニフォームとか、うんうんうん、女性とかね、うんうんうん、なんで長袖だったんだろうと思って。痛いからなんですか、あれ。そうじゃん。そうなの。じゃあハンドボールも長ズボンでやるよ。ハンドボールなんで足に当たるの。転ぶよ。転ぶって言ったらみんな転ぶなんで長袖なんだろうな。本当に痛いからっていう理由なのかな。そうだって。そうなんだ。うん。へえ。そんなに痛いんだ。痛いよ。そうなんですか。パンパン腫れるよ。へえ。腫れるまで。腫れる。そうなんだ。外人があんな大変になるんですよ。そっかそっか。そう。うん。ユニフォームが。長い袖の理由っていうのはやっぱりあるんですね、ちゃんと。あります。だからユニフォーム、理由があるからユニフォームよくわかんないこちらも紹介しましょう。白浜大使、みーのんちゃんとスタッフの皆さん、おはようございます。生放送お疲れ様です。今日から再びのお仕事で金曜日まで休みなしの進撃のめいちゃんです。同じく私もです。休みなしです。メッセージテーマ、ユニフォーム。今着ているのは会社から支給された作業服の制服。ちゃんとこうやって着るというマニュアルもあるほどなのでかなり厳しい。そして学生時代はジャージだった。よく着ていたなースーパーに行く時もジャージでしたね。それではまた来週でございますって。そうですか。今も作業服の制服を着て、作業服、会社勤めでも、こうやって着るっていう厳しいマニュアルがあるんですね。珍しい感じがしますけど、こういうのは普通なんでしょうか。作業服でマニュアルがあるっていうのは、どんなマニュアルなんですかね。第一ボタンまでちゃんと閉める。あ、ボタン上まで、うん、おー、洋服ちゃんと中に入れるとか。そうそう、シャツ入れる、名札はこことか。ははは、はそうなんですか。なんか学生の頃って女子はそうだった、男子もそうなのかな、いかにこう高速をこうくぐり抜けてというか、そうそうそう、どうやって個性を出すかっていうのを一生懸命やっている人がいっぱいいましたね。いっぱいいました。男子はね、手縫いでズボンの裾、この足首にかけて、この細く、足が細く見えるように、こうなんか手縫いでやってる人もいましたよ。それか、学校制服生地に似た
ズボンを探してなんか一生懸命違う制服というか自分で見つけた服を着てアレンジしている人もいたし、女性とはやっぱりねスカートの長さとかやってました。私は部活生だったのでスカートを短くすることはあまりなかったですね。やっぱ部活生だったので厳しいからね。先輩が、ハンド部のミーノちゃんと制服着ろみたいな感じで、やっぱりハンド部のって言われるとあ、はいみたいななりますね。ということでこんな感じで制服にまつわるお話、皆さんメッセージ送ってきてください。 797@fmginoa.com です。よろしくお願いします。じゃあ今日の2曲目リクエスト採用します。銀のトロンボーンさんのリクエストです。松任谷由実、レインが叫んでる、リフレインが叫んでる。リフが隠れてるわけ？そっか、あっち側に全体的に書けばいいのか。この曲を知っていればきっとそういう間違いはなかったんだけど。そう、本当ですよでもそれ私のせいじゃないもん。ユーミンの名曲ですよ。私のせいじゃない。ユーミンの名曲いっぱいあるけどこれは知らない。知らない、うん、そっか、まあ知らないのは知らないね。わあ、めいちゃんのリクエストすげえいっぱいだな。どうしよう。ワンオクロックいきますか。イエーイ。たまには。ワンオクロックって有名？私前おねこれかけてくださいって言ったアーティストで前かけてもらったのは、青年だ、なんとかの青年だ。最後の一曲でバックミュージックにしてくださった。俺が？うん。私も言う。何かあるんだよ。小山さん何でもリクエストに答えますからね。Four thousand dollars。 何言ってんだ、歌だよあれ、ないのかな。いいとこで。あ、ないな、ワンオクロック。ないか。欲望に満ちた青年なんだ。前かけてもらったの。これは何の歌？わからない。適当返してるだろ今。もう私今それどころじゃないから。次ニュースだから。そっか、次ニュースか。ああ、うちなんち大会の、あ、でも落ちちゃったんですよ、選考。何でしょう、なんで、最終日の、最終日のグランドフィナーレ見に行けない、応募したのに。あ、最終日まだなの？なんか出てたじゃん。あれは若者うちなんち大会です。そうなんだ、この時間は琉球新報沖縄タイムスより記事をお伝えします。まずは沖縄タイムス総合面からです。普天間汚染156件。アメリカ軍普天間飛行場で2005年から16年の間、
航空機燃料などの流出事故が少なくとも156件発生していたことが情報公開請求で入手した海兵隊内部文書で分かりました。このうち日本側に通報されたのはわずか4件にとどまりました。普天間の実態が明らかになるのは初めてで、嘉手納基地では2010年から14年に206件が発生、うち日本側への通告は23件だったことが分かっています。続いて沖縄タイムス経済面からです。中城湾港から中古車輸出。スカイレンタカーを運営するスカイレンタリースグループに持つ NPH ホールディングスは24日、中城湾港からチャーター船でレンタカーとして使用していた車両320台をスリランカの中古車販売事業者へ初輸出しました。県の中古車輸出ビジネスモデル実証事業の一環で、永手社長は中城湾港の活性化のためにも、輸出の一つの可能性を示せたと意義を指摘しました。次に、琉球新報社会面からです。販売目的で大麻、男二人を再逮捕。宜野湾諸島県警暴力団体対策課、厚生労働省九州厚生局沖縄麻薬取締署は24日、大麻300本以上を販売目的で所持していたとして、田畑容疑者37歳と石垣容疑者37歳を大麻取締法違反容疑で再逮捕しました。県警と麻薬取締署は今年に入り、県内最大の押収量となる1キロ超えの大麻を押収し、鑑定を進めています。県警と麻薬取締署は密売目的で大麻を生産していたとみられており、背後に暴力団体組織がいないかなど、捜査を進めています。おしまいに、琉球新報経済面からです。夕日美しい県、沖縄がトップ。最も夕日が美しい旅先は沖縄県。旅行サイト、ジャランネットを運営するリクルートライフスタイルの調査で明らかになりました。全国10代から60代の同サイトを利用する男女800人を対象に、今年7月末から9月にかけて、旅先で夕日が綺麗と思った県をインターネットで尋ねました。沖縄に次ぐ2位以下は、北海道、静岡県、長崎県と続きました。以上、この時間は、琉球新報沖縄タイムスより記事をお伝えしました。じゃらんネットって言っちゃった。じゃらんネット。次、めいちゃんのリクエストかけようね。何かけるんですか？矢口真理。ん？買った大きさ、アンオクロックのあれ。矢口真理とストローハット。うん。歌出してるんだ。朝から私お腹痛いんですよ。なんで？なんでだろう。お腹痛い。大変だな。皆さんおはようございます。女性パイロットいるんだ。大使の制服似合ってますね。ありがとうございます。マイク近って。ごめんね。近かったか。しょうがない。近い方がいいですよ。あれわざと撮ったんですか？だからよね。あれがなんかブッブーしてね。じゃあ大使でできますか？はい。拍手2回、左に1周、あ右
右手で力こぶ、ね、そのまま、はい、繰り返します。両手を広げて閉じます。繰り返します。止まってのポーズ。体をひねります。リズムを取ります。右からおいでおいで。反対。リズムを取ります。3歩進んでイエイ、下がってイエイ、繰り返します。膝タッチ4回。ちょっと待ってのポーズ。体をひねります。リズムを取ります。右から万歳、右から下ろして横を押します。左手から万歳、左から下ろして横を押します。膝高×足踏み、ストレッチ、腕こぎ、勝手に大取りってやってる。時刻は8時2分を回りました。宜野湾市旧な宜野湾ヒルズ通り沿いにあります FM 宜野湾のスタジオからモーニング8、火曜日担当のミノが生放送でお届けしています。よろしくお願いします。8時台になりました。早いね。早いですね。あと1時間ですよ。お付き合いくださいね。この番組は皆様からのリクエストやメッセージに成り立っております。うんうん。今日のメールのテーマはユニフォームですよ。ユニフォーム、いいね。今の声、今のいい声、あーよかった。私自分の声好きじゃないから自分の声好きじゃないです。自分の何が好き、自分の何が好き、キャラキャラ違う、このルックスで、外見で、うん、私の好きなところ、なんだろうな、耳耳鼻だ。鼻は一応いいですよ。昔コンプレックスだったから、うん、今は受け入れたぐらい、うん、鼻上等だけどね。鼻上等かね。これ取り外しできる鼻だわけさ、これ外してポーンって。今日はちょっとあのほら一応チュラハマ大使として来てるから、外すとかそんなのダメおでこにつけるの大変大変ユニフォーム、私今日は茶壇町チュラハマ大使のユニフォームをつけて、番組をお届けしております。これを着ると背筋が伸びると言いますか、当たり前ですが悪いことはできません。ダメですよ残念とか言って皆さんもね、ユニフォームにまつわる話お待ちしています。そしてユニフォームではなく、すいません、 FM 機能ではですね、ユーストリームとツイキャスで映像と音声ネット配信しておりますので、FM 宜野湾のホームページから簡単にチェックすることができます。そちらでもお楽しみください。ツイッターも連動していますので、どんどんツイートしてくださいね。今日はこの後お天気と道路交通情報をお届けした後に、最後ですね、平和学習を行っている宜野湾市の市内の、中学生のお話を、インタビューをお届けします。その後にメッセージを紹介して、突撃朝ごはんのコーナーもお届けして、
私ミノが観光についてお話しするミノリズムのコーナーもありますので最後までお付き合いください。それでは一曲、今日の3曲目ですね。進撃のめいちゃんさんからのリクエスト採用いたしましょう。矢口真理とストローハット、風を探して。AKB さんのリクエスト以外は全部ありますよ。 AKB さんごめん、リクエストないな。ごめんね、私があれよ、いらない言葉しゃべるから時間がね、なくなるんだよね。そうだね。ごめんね。余談が多すぎる。ごめんね。まあ余談がないと思う。おいしょ、つまらんからね。そういうことですよ。そこでパーソナル出さないとさ。そうそうそう、もうさ、あれだよね、そこで出していかないとこう埋もれるからね。埋もれちゃう、今の世の中埋もれちゃう。前へ前へ出ていかんとな。その通りですございます。その通りですございます。その通りですございます。いいの、ちょっとアホでございます、うん、ベッキー・ジラは変わらんな。これはベッキーじゃないよ。何キーくだらんね、ごめんね。40のおっさんの話と思えんよな。ベッキーかわいいな。かわいいよね、うん、私も髪切りたい。切ればベッキーみたいに、うん、切りたい。ベッキーみたいに切って、全部ベッキーみたいにして、あれ写真も前も言ったな。背中ショット。あの背中ショットからさ、うん、ベッキー、あ、いいなと思い始めてきてるからね。男は単純だな。男は本当に単純だな。あれなんかエロっぽいなと。あれ全然エロくない。違う、エロいじゃん、色っぽい、セクシー。そうそうそう、なんかあんまりエロさはないですけどね。エロさはないけどね、うん、そういう色っぽさはあんまり出してなかったじゃないですか、うん、だからじゃないですか、このギャップ、ベッキーが脱いだみたいな、うん、英子だってさ、ごいすーごいすー、サロンにさ、ニッキーはやめてねって。ニッキーって何？ナイスハーフ。あー、ニッキー、私ハーフじゃないから。あ、ニッキーっぽいかもね。全然ニッキーっぽくないよ。ニッキーっぽいって何ですか。そうだね、ニッキーさん最初は英語喋れない感じのキャラだったのに。うん、英語喋ってるわけ、バリバリですね。大事だな。質問、大使の任期が終わったらユニフォームとタスキは返すの？これはタスキは返さないといけません。ユニフォームはあるでしょ。ユニフォームは私の専用でしょ、はい、サイズに合わせて作っていて、毎年柄が変わるので、そのまま私はいただきます。Weather report, traffic line.僕は8時10分を回りました。 79.7MHz FM 技能よりお天気道路交通情報をお伝えします。まずは沖縄地方のお天気からです。本日10月25日、
沖縄地方は高気圧に覆われて晴れており、にわか雨の降るところがあります。降水確率は朝6時からお昼12時までが 20%、 その後は 10% です。日中の最高気温は30度まで上がります。東の風晴れ、ところにより朝まで雨、波の高さは2メートルでうねりを伴うでしょう、ということで、FM ギノアンから見える空見てみますと、綺麗な水色をしておりますね。うん、ガスト、ガスってる、これが綺麗ですよ。雲がね、あっちは嘉手納方面かな、なんか雨雲っぽいのが見えるんですよ。ちょっとね、雨がもしかしたら、にわか雨がね降るかもしれないですね。波がですね、白波が立っているので、やっぱり少し波は高いかなという感じはします。以上、お天気お伝えしました。続いて道路交通情報です。先ほどまではなかった情報なんですが、沖縄自動車道上下線とも西原インターチェンジ付近で事故車があるそうです。沖縄自動車道上下線西原インターチェンジ付近で事故車があります。前方に注意して走行してください。そして一般道路、現在58号線上下線とも牧港ぐすくまで渋滞が発生しています。330号南行きも浦添から、古島の方まで渋滞と混雑が発生しております。そして酒田からアハチャ、こちらは上下線とも混んでいますね。58号線はいつもよりは長い渋滞という感じではないんですけれども、他のところはね、もういつも通りという感じです。でもね、事故の情報は入っていないので良かったかなと思っております。番組の後半でも時間があったらもう一回道路交通入れようかな、と思っております。以上、道路交通情報をお届けしました。じゃあ、ごめん、メイのいただきます。なんで暗、こんな暗いんだ。行こうか、はい、暗すぎだな。行きます。今月から始まりましたこのコーナーも今日で最後となりますが、宜野湾市では平和記念事業として平和講習講演会などを開催し、平和啓発事業を推進しております。その事業の一環として、宜野湾市内の中学生を対象に宜野湾市平和学習派遣事業を行ってきました。宜野湾市平和学習派遣事業に参加した生徒さんへのインタビューを、放送しておりますが、今日は益城中学校の生徒さんへインタビューしております。お聞きください。体験したこと、学んだことをラジオを通してお話ししていただきます。それではまず自己紹介をお願いします。益城中学校1年、上地大輝。益城中学校1年、木村武則です。よろしくお願いします。今日は益城中学校から2人に来ていただいています。それではまず最初に、なぜこの平和学習派遣事業に参加したのか教えてください。夏休みの時期でしたよね。皆さん遊びたい時期だったんじゃないかなと思いますけれども、なぜ参加したんですか？僕はこういう授業があると知って、長崎にも行けるし、今まであまり知ることができなかった原爆のことを学びながら、他府県の人とも意見交換できるということで行ってみたいなと思い参加しました。では木村君は。僕は今まで戦争、第二次世界大戦についていろいろなことを学んできましたが、核兵器や被爆地のことは詳しく分かりませんでした。長崎の平和学習事業があると聞き、この機会に被爆地について学ぼうと思ったので参加しました。
平成28年度宜野湾市平和学習派遣事業では7月27日に事前学習が行われました。平和記念公園資料館を見学し、沖縄戦について学習しました。そして宜野湾市立博物館で戦前の宜野湾の様子を学んだ後、かかず高台や市内の戦跡について学習しました。それでは事前学習で学んだことを教えてください。と僕は事前学習では行ったことのない一時不調釜や野岳収容所を巡ったりして、銃弾の跡などがあったりして、今自分が立っている場所は昔戦場で、普通に銃弾がポン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 飛んでいたんだと思い、ゾッとしました。そっか、自分がよく知っている場所だからこの場所がということでびっくりしたってことですね。はい、上津くんありがとうございました。そしたら次、木村くんは、かかず高台の道地下や知事府茶釜などあまり行く機会のない場所に行って、今も残る戦争の跡を見て沖縄戦について学びました。また平和記念資料館では沖縄戦の映像を見たり写真を見たりして71年前の沖縄戦を学びました。はい、ありがとうございます。チジフチャーガマって2人とも出てきたんですけど、何ですかこれは。八重市の牧野跡にある、はい、かかずの住民の人の多くが避難した自然豪雨であって、はい、南部に避難できなかったお年寄りとか、うん、女性、子供などが避難して、はい、米軍に毒ガスまかれて亡くなった人もいる。このガマの中でですか。はい。じゃあその自然のものなのでまだ今も残っているってことです。そこを実際に見に行ったってことですか。はい、なるほど、ありがとうございます。次の質問でない方が綺麗だなってほら、では長崎での平和学習で学んだことを教えてください。僕は長崎の平和記念資料館に行ったり、被爆者の方の話を聞いたりして、長崎に落ちた原爆ファットマンの恐ろしさを知り、資料館の残酷な映像や写真があってとても辛い気持ちになりました。また平和記念式典では一番印象に残ったのは市長さんの平和宣言で、一つ一つの言葉に強い気持ちが宿っていて、戦争はいけないんだという気持ちが強くなりました。ピースフォーラムでは他府県の人と原爆のことを考え、みんなにとって幸せってという議題で意見交換をしました。この長崎に行って僕は誰とでも仲良くしたいなと思いました。その理由は、誰とでも仲良くなれば国籍人種関係なくうまくやっていけると思ったからです。上津くんありがとうございました。では次、木村くんお願いします。今まで聞いてきた戦争の話とは全く違うものを学びました。被爆者の方の講話を聞いて核兵器の本当の恐ろしさを知りました。銅像を見たり資料館に行ったりして長崎であったことを詳しく学びました。ピースフォーラムでは地元のピースボランティアさんと各都道府県から来た人たちと一緒にフィールドワークや意見交換をして平和の大切さについて学びました。すごいですね。ちなみに中学何年生でしたっけ。いや、1年です。1年生です。あ、2人とも1年生、すごい。中学生からね、貴重な体験だったと思います。はい、では最後の質問です。今回の学習を通して平和についてみんなに伝えたいこと、考えてほしいことは何ですか。僕はこの授業を通してみんなに考えてもらいたいことは、どうしたら世界は平和になるか、みんなが幸せになるかを考えてもらい、努力していってほしいなと思います。そして伝えたいことは、長崎で起きたこと、またこの地元の沖縄で起きたことの悲惨さ、残酷さを伝えていきたいなと思いました。上津くんありがとうございました。次に木村くんお願いします。僕が皆さんに伝えたいことは、71年前の戦争の恐ろしさ、今私たちは戦争のない世界で幸せに生きているということです。今
当たり前に生きているということに感謝し、これからの人生を皆さんに生きてほしいということです。ありがとうございました。それでは今日は益城中学校の1年生の上津大輝くんと木村武則くんにお話しいただきました。今年度の宜野湾市平和学習派遣事業に参加した生徒さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。今月から1ヶ月お送りしてきました平和学習事業の参加した生徒さんへのインタビュー、今日は益城中学校の上津くんと木村くんでしたけれども、なんかね、長崎の平和学習事業に参加する前にも沖縄でね、沖縄ではどういうことがあったとか、そういうことを学んでいったということで、本当に刺激的な時間だったんじゃないかと思うんですが、私も長崎のこの平和学習授業参加したことがあります。で、よく聞くのが、いや沖縄の方が悲惨だったよとか、いやいや原爆を落とされた長崎でしょ、広島でしょとか、東京大空襲でしょとか、そういうこと言うけど、そこで争いがあって命が、ね、たくさん奪われたとか、そういうことがある、どこでも同じことがあったから、どこが悲惨だったよとか、そんな話はないですね。本当にそう思います。うん。で、この授業を通して、ね、今日は中学生の話をだったんですけれども、私も行って、今私は現在25歳です。こうして25歳になった今でも、テレビやラジオ、新聞を通して、長崎とか、原爆とか、沖縄とか、第二次世界大戦とか聞くと、この学習した時の記憶っていうのはふと蘇ってきます。で、この子たちも、大きくなってあと10年したら私のように、ふと思い出す時が来ると思うので、そういう時に周りの人にこういうことがあったんだよと伝えることができるのではないかと思っています。1ヶ月間お送りしてきました。以上です。その服がいいってよ、AKB さんが。そりゃいいように見せてくれるように作ってますからね。そういうことですよ。これを着てよく見えるのは本当にこの服のおかげなんですよ。ちゃんと綺麗にここもね、測って、どこもこういう袖とか、この長さも合わせてるし、すごいね、こういうところもちゃんと計算して作ってるので、こういうさ、こういうところとか、このこういうのとかもちゃんと考えて作ってるから、制服ってやっぱそういうことですよ。じゃあ行きましょうね。はい、何の日行ったらそのままメリコーね。はい、ということで今日は何の日、沖縄手帳を開いて見てみますと、10月の25日火曜日、今日は旧暦で言ったら9月の25日、お、旧暦も9月あ25日って、一応あと2ヶ月したらクリスマスですからね。ちょっと早いかな、まだ早いですか。まだ早いか。でも子供がいる家庭はもうこれからそわそわし始めるんじゃないですか、親とかさ、こんなことしてたらサンタさん来ないよみたいなことをね、言いますよね。でも本当だよ、サンタさん来ないよ、こんなことしてたら。いい子にしてないとね、本当にサンタさん来ないかもしれないから、良い子の皆さん、この時期はちょっとね、わがままとか言わずに頑張ろうね。うん。ということで今日は空手の日だそうですよ。空手習ってました？ボクシング。ボクシング。ああ、ちょっと違いますね。ヒュッて、ヒュッて。あとはですね、解放国体冬季大会開催、1987年。おお、沖縄中古車王国に1973年。
あ、そんなこともあったの、中古車王国って今でもですよね、本当に。もうあの辺に行ったら中古車屋さんいっぱいあるなとか頭の中でね、パッて出てくるところいくつかあるんですけれども、沖縄車社会だからね。ちょっと去った日曜日、土曜日に高速道路であのバスの炎上事故でしたっけがあったと思うんですけど、その時も本当に渋滞がひどかったです。あの渋滞は大変でした。高速道路に入っちゃうとね、便利ですけどね、ちょっと何かあると回避できないですから、それも大変ですよ、皆さん気をつけてください。以上、何の日をお伝えしました。メッセージ紹介していきましょうね。ネームギマですよ。おはよう、みのネームギマですよ。今日のテーマ、ユニフォームといえば、学生の頃アルバイトしている時のユニフォーム気に入っていたなー。レストランでアルバイトしていたので、それでネクタイは蝶ネクタイ、上等だったよー。みーのは何でもユニフォームこんなして着れそうだねー。あと過ぎたけど、先週末の金曜日21日、僕誕生日だったよーって。あ、そうなんですね、おめでとうございます。私も10月誕生日なんですが、10月誕生日多くないですか。私の周り結構いたんですよ、同級生の友達も。10月誕生日が多くて、おととい、その友人の結婚式だったんですが、席に座ってぐるぐる見てみると10月の誕生日が 4,5 人はいてこんなにいるのかと思ったんですけど、すごい割合的には多かったですね。あー、レストランのユニフォームはまたきっちりしてますからね、かっこいいですね、蝶ネクタイって。いいですね。私の誕生日ですか、ラッキーセブンの7でした。7日終わりましたよ。本当に私今年は7っていう数字が本当にラッキーセブンで、今現在チュラハマ大使勤めていますが、コンテストで最終審査の時エントリー番号が7番だったんですよ。もうこの番号をいただいた瞬間に、あ、私の誕生日番号だ、いいことあるかもと期待したんですけど、それ以上にいいことが あってよかったと思っております。はい、ということで1回もう1個読んじゃいましょうかこちら、おはようございます、ゆみっちおじさんです。今日のテーマ、制服。おじさんは空港で働いていて制服を着ていますが、職場に出勤して制服に着替えると気が引き締まりますね。普段は貨物ターミナルにいますが、用事でたまに旅客ターミナルを歩くとやっぱり見られちゃいますね。でも気が引き締まるとは反対に、最近は制服が縮んできているのか、それとも身がたるんできているのか、制服が狭い、どうしましょう。椅子に座るとズボンのベルト周りがペロンって裏返るし、チャックが自動で開いちゃうし、いかんいかん、制服が入らなくなると仕事ができなくなっちゃう。この先の冬眠にかけてお腹に肉を蓄えてる場合じゃねえな、痩せなきゃって、これですよ制服はいっぱい買うものじゃないからなかなか体型を維持するのは難しいですよね。男の人ってスーツ着る機会結構あると思うんですけど、スーツも頻繁に買うものじゃないじゃないですか。どんなですか、久しぶりにカルシウェアからこうスーツを着ると、あ、やばい、狭いとかありますか、ウッチーさん。痩せたから。痩せたから。大きい。大きい。おー、逆に。逆だね。ウッチーさん、カルシウェア着ないですよね。いつもスーツ。似合わないとかあるんですか。カリウシウェア似合わないってあるんですか。俺似合わない。へえ。一応持ってはいるんです。持ってるけど。今度つけてきてくださいね。気持ち悪い。気持ち悪いんですか。その気持ち悪いの見てみましょう。気持ち悪いんだ。いいの？いいです全然。全然いいですよ。はい、お願いします。では CM。
なんか仕事で半袖っていうのがちょっとしっくりこないよね、まずは。そうなんですか。毛のせいかな。毛のせいかもね。なんで？わかんない。なんで毛のせい？はい、電話。はい。ポルシがなんか似合わないんですよ。ポロユシも、ポロユシさらに似合わない、もっと気持ち悪くなる。半袖は似合わないってことですか。半袖は似合う。え、ジャケットの半袖だったらよく着るんだけど、なんだろう、このポロユシはもっともっと気持ち悪く、3倍ぐらい、カリユシの3倍かわかる、気持ち悪いんだよ。そんな、そんな見たい、気持ち悪いってありえるんだ。キモって思うはずよ、みんな、普通に。消化できるかね。できるかね。あなたの朝ごはん教えてー。バナバナ。バナバナ。花花ということで、この曲に合わせてお送りするのは突撃朝ごはん教えてあなたに直接電話をかけて今日の朝ごはんを教えてもらうというちょっと迷惑な企画となっていますが、早速ですが今日はですね、A&W ですよ、普天間店。美味しいメニューの紹介も一緒にしてくれるのかな。早速電話つないでみたいと思います。キッティッティリリ、バナバナパッパラパッ、あ、もしもし、おはようございます。はい、おはようございます。はい、こちら FM ギノワンからお電話していますが、はい、はい、島袋さんでしょうか。あ、はい、ありがとうございます。すいません、朝早くから、はい、ありがとうございます。もう島袋さんはこの時間はもう朝ごはん食べ終わってますか。はい、朝ごはんも食べて今から仕事の準備です。ああ、そんな忙しい時にすいません、ありがとうございます。はい、はいはい、今日は朝ごはんちなみに何を食べたんでしょうか。ポーク卵おにぎりです。ああ、いいですね、やっぱりそうですよそうですよね、もう朝はこのポーク卵でもう十分 OK って感じですよね、味付けもね そうですよ。お昼まで食べて、はい、大丈夫です。あ、いや、お昼は食べないで大丈夫なんですか。はい。塩袋さん、すごい朝からやっぱりね、子供いらっしゃるということで元気いっぱいっていうのが伝わるんですけれども、はい、A&W のこの時期のおすすめのメニューとかもあるんでしょうか。今のはハロウィンも使いってことで、はい、期間限定商品も増えていて、おお、また珍しくて、黒い、あ、ロコモコ、はい、珍しい商品も、今私実はA&W のサイトを見ているんですけれども、はい、このハロウィンのロコモコの黒いロコモコ挟まれて、なんかすごい独特な雰囲気うん、そうですね、でもなんか美味しそうだなチェダーチーズステーキサンドとか、そう、それも
新しい商品、期間限定で。わあ、すごいですね。もうハロウィンっていう感じが、特別な感じが伝わります。デザートも、うん、あ、ああ、本当だ。期間限定のが出てて。へえ、スイートポテトチョコサンデーとか。とか、はい、ティラミスマフィン。ああ、美味しそうですね、はい。いいな、ホットコーヒーセットも一緒にありますね。へえ。はい。ああ、わかりました。これまた仮装した、そのね、コスチュームで A&W 行って食べてっていうのもいいですね。そうですね。はい、ありがとうございます。島袋さん、この後、はい、お仕事頑張ってください。はい、どうもありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、失礼します。はい。という感じですけれども、やっぱポーク卵だよ。万能だよ、ポークは。あれはさ、万能よ、あれはもう。だってケチャップとか何もいらないで。もうただこのや切って焼いてもうお皿のけて終わり。いやいや、ハムチーズサンドとかさ、ハム焼きサンドとか。まあね、まあまあまあ、まだエンダーこの時間はオープンしてないからさ。今日ですねご紹介しましたのは、あ、モーニングありますか。めっちゃ嘘だよ。まあね、他のものを食べて A&W の美味しさも改めて知ることができるということですよ。うん。オニオンコンソメスープ。あ、美味しそう、スープ。でしょ。違う。ポーク卵も美味しいから。お母さんが作るポーク卵は美味しいから。ホットドッグセット。美味しいからー。どっちもね。この時期はやっぱりいろんなところでハロウィンの限定商品が出ていると思うんですけれども、A&W では黒いパンですよ。すごいな。びっくり。見た目も楽しめる。食べてもね、本当にボリューム満点だと思いますので、ぜひぜひチェックしてください。以上、突撃あなたの朝ごはん教えてのコーナーでした。こっちサピタン。エコザエルさんからのリクエストですね。懐かしい H2O、 思い出がいっぱい。なんで今この時期に。古いアルバムの中に、アルバムの中に、あ、切れてますね。はい、隠れて思い出がいっぱい。面白かったなぁ。エンダーでしょっていうね。次はミノリズム。ミノリズム。これ BG にして一個紹介するかなぁ、メール、うん、かな、うん、AKB。 あら、まだあれできてないみたいな。何やった、ツイキャス。あれできた、大丈夫かな。じゃあ行きましょうか、メールね。はい、1個だけメッセージ紹介しましょう。ラジオネーム、チャラくない AKB ファンさんからです。はい、山内さん、みーのモーニングエイト、お聞きの皆さん、おはちーすーじゃなくておはようさん、朝ごはん食べるからテーマに行くな。テーマ、ユニフォーム。俺はね、20代の時に女子学大学の学食でバイトしていた時、コックのユニフォーム着ただけかな。以上です。山みーの、整いました。整いましたよ。限定ユニフォームとかけまして、新婚のサラリーマンと解きます。その心は、どちらも早く帰宅なります。うまい。30点か、低いな。あ、でもいい方、高い方。高い方ですか。あ、よかった。
AKB にしては、うん、この洋服を着ると帰る帰宅、お家に帰るの帰宅をかけて、どちらも早く着たくなります。あ、素晴らしい。30点か、低くない？ AKB にしたら、 AKB にしたら、あ、そういうことかだそうですよ、チラクの AKB ファンさん。やっとこのコーナー来たよ、ミノリズム。もう このコーナーで喋るために今日私、もうここ FM ギヌワンに来て、ユニフォームを着て、いると思ってたんだけど、すいません、はい。ミノリズムお送りしますよ。今日はですね、せっかく、茶壇町チロハマ大使として、ユニフォームを着てきていますので、茶壇町のお話をさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。はい、はい、実は、ハロウィンということで、もう茶壇ではもう本当に恒例と言っても過言ではない、そして本当にたくさんの人が訪れるイベントがありますよね。山内さんご存知ですか？わかりませんか？ハロウィン三浜2016コスチュームコンテスト、もうこれですよ。はい。毎年本当にたくさんの方が思い思いのコスチュームを着て、もう売ってるものをアレンジしてやるとか、ゼロから手作りで作るとか、本当に手の込んだ、仮装をして皆さんコンテストに参加する人もいれば、ただただあのコスチュームを着て街を練り歩く人もいるんですけれども、それだけで、本当にそれだけで楽しい気分になるし、雰囲気が、また美浜の雰囲気がマッチして、さらにさらに、いいんですけれども、今年はですね、開催が29日の土曜日で、実は場所が変わりまして、うん、いつもはでしたらね、アメリカンデポートと、美浜セブンプレックスの間でこうね、わちゃわちゃとやっていたと思うんですけれども、今回はなんとサンセットビーチで行うということで、うん、会場に着いて、あれ、いつもと毎年と雰囲気が違うと思った方は、あのビーチでやっていますので、そこまで行ってくださいね。うん、スケジュールといいえ、ご案内しますと、お昼12時から2時までが受付となっています。その後パレードを行ってコンテストして、表彰式は夕方の4時20分なんですけれども、一般の部中学生以上賞金がでれん1500ドル、いくらかな、500かける今レート102円、5万円、おお、これは元は取れるんじゃないですか。キッズの部でも、スーパージャンボボックスだとか、入賞できなくても参加賞でお菓子の詰め合わせをご用意していますということで、子供たちもね、楽しめるイベントとなっています。私去年行ったんですけどね、すごく賑やかでした。楽しかったよ、本当に。で、チャタンはですね、こういうイベントが本当に多くて、イベントの街と私は印象を持っていたんですが、いつ行ってもなんか音楽が溢れてるような、パフォーマンスをしている方もいっぱいいるし、うん、いつ行っても楽しめます。そして最近はですね、今週金曜日にあるんですけれども、ウチナンチュ大会関連としまして、茶壇町に帰ってくる世界のウチナンチュをお迎えしてきます。茶壇町へお帰りなさいって心を込めて言いたいと思います。そこでね、茶壇町こういうところですよとアピールできたらいいなと思っております。うん、皆さんもぜひ、茶壇町、これからね、どん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 イベントありますので、チェックしてチェックしてチェックしてくださいよ。私もここで紹介していきますからね、よろしくお願いします。以上、ミノリズムお伝えしました。私おかしようか、誰のリクエストだったか
サンボマスター。はい、誰かな、誰のリクエストだっけ。アナコンダ、アナコンダさん来ますよね。ワッタワンダフルワールド、うん、行く、行きたい。2日目なんですよ多分サンボマスターが来るの、日曜日。俺あれ俺見たよ、サンボマスター見たわけさ。はい、なんてかな、このモンパチのイベントの読谷でやったフェス、うん、まあ似たようなフェスなんだけど、ワッタかな、2年ぐらい前、前は読谷だったと思います。2年ぐらい前、うん、エゴラッピン来てて、うーん、エゴラッピン目的で行ったんだけど、サンボマスターもいたから見たくさ、はい、面白かった。やばいですよね、うん、やっぱすごいね、うん、なんやかんやでアナコンダみたいなすごかった、なんだかんだ言いながらすごくいいなと。やっぱり盛り上がった、そう盛り上がった、うん、いいで、今年は豊崎でなんですよね。で今回私あと一つ聞きたいのが歴史、うん、あすごい、あの人たちもすっごい興味あります。なんか人気みたいね、うん、あとさ、うちのスタッフの音楽好きが、うん、あれって言ってたよ、テンフィートとか、ああテンフィート、ワニマーとか、テンフィートも来るんだ、うん、テンフィート有名なの、うん、モンパチすげえな、加山雄三来ますよ、すごいねもうサライ、加山雄三サライでしたっけ、あれ谷村信じない、加山雄三もかな、一緒に歌ってませんでしたっけ、うん、一緒に歌ってるかもね。途中で BGM にするからさ、はい、お送りしていますのは、なんだかんだでアナコンダさんからのリクエストです。サンボマスター、世界はそれを愛と呼ぶんだぜ。いい歌やね、元気出ますよ、パワーがどん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 溢れてくる感じがしますが、そのなんだかんだでアナコンダさんからのメッセージ、前回の世界のうちなんち大会の時に知り合いが居酒屋にサンバをマスターしているという陽気な日系ブラジル人の女性を連れてきました。そのブラジルの女性が日本の気に入っている挨拶と言って見せてくれたのが、顎を直角に、ま、肘を直角に曲げて顎を突き出しアイーンのポーズをした瞬間、志村けんと言いましたこれはそこのサンボマスター、世界はそれをアイーンと呼ぶんだぜというわけで、なんだかんだリクエストということでいただきましたね本当かこれはいやでも本当にあのうちなんち大会、明日多分開会式、今日開会式かな、明日パレードがあったと思うんですけれども、空港にね続々と世界からうちなんちが来て、本当に今賑やかになっていると思いますよ。うーん、そっか、俺もう終わっちゃうと思った人知れず。いやいやいや、世界若者うちなんち大会は終わりました。あれは年に1回開催されているんですが、この世界のうちなんち大会は5年に1回なんですよね。私5年前にパレード見に行ったんですけれども、この沖縄の人の持つパワーといいますか、なんだこの野郎生きていってやるぜっていうねそういうのを感じてすごく感動しましたよ。皆さんもお時間があるときはいろんなところでねイベントが県内開催されていますので、ぜひぜひ足を運んで楽しんでください。この機会ですので、はい、次も紹介していきましょう。みーの山ちんおはやう、エコザイル出すよ。今持っているユニフォームは草野球チームのと、仕事はつなぎだね。やっぱ荷物運んだりバイクや車の修理やメンテナンスするときはつなぎが一番だね。荷物運んだりするときベルトがないから荷物傷つけない。
修理やメンテナンスするときも同じバイクで車をベルトの金具で傷つけない。あと動きやすいからつなぎはいいのよね。ミーノのつなぎ姿見てみたいなーって。あー、やっぱつなぎがいいんだ。動きやすいですか？一回、うん、私も一時期着てたけどさ。つなぎ着たことない？ない。あ、着ちゃ美容院。あー、ほんとね。着てみてください。ミーノも着て。私はもう一生分来たんで、もういいです。なんで来てたんだよ。一生分来てたからいいよ。どういうこと？いつ？大学4年生の時だから、もう何年前ですか、あれは。3年、4年。4、5年前になるのかな。テレビ番組で、おきかつっていう沖縄で深夜やってる番組で、私、初代で出てたんですよ。で、その時につなぎを着て、いろんな企業だとか地域の活性化のね、応援を番組を通してさせていただいたんですが、その時につなぎ、いっぱい来まして。うん。まあ確かにあれを着るとね、もう何か仕事しなくちゃとか、なんかこの、わさわさ、ちむわさわさするっていうのかな。動かなきゃって思いますね、あれを着ると。うん、つなぎをねつけて作業してる方いっぱいいますからね。大変ですよ、太陽の下で働くっていうのは。うん、頑張ってください。はい、こちらもお送りしましょう。メッセージ紹介しますね。みーの山内さん、おはようございます。ムーネーです。うん、いいお天気、部屋でゆっくりくつろいでますよ。いい天気って言うんだったら外に出たらいいのに。テーマ、ユニフォーム、制服。私の場合は、ワイシャツと長ズボンです。ネクタイありなしは別にして、かりゆしウェアを仕事で着用することはまずないです。やっぱりワイシャツ、長ズボン好きです。かりゆしウェアはプライベート。さーて、10月もラスト1週間楽しい週になりますように、ということで。山内さんと似てますね。ワイシャツと長ズボン好きって。大変じゃないですか、アイロンがけとか。うん、毛が濃いんだ。毛が濃いんだはず。隠してるみたいな。気にするなってば、もう。沖縄に生まれてるんだからさ。恥ずかしいよ、ほら。そんな恥ずかしいですか、うん、そんな濃い方じゃないと思いますよ。山内さん。恥ずかしいって。女子か。男の人でも気にするんですかね。しないですよ。うん、もう、うんうん、全然大丈夫ですよ。うん、こちらも、あ、またかっこいいのが来ましたよ。みのちゃん、霜降りそう、あ、霜走行、な、これなんて読むんだろうな。霜し、霜、霜降り走行、霜始め。降り、霜、初めて降る。うわ、難しい。霜降り走行、霜始め、霜、え、霜始め、降り、霜始めて降る。霜始めて、霜、うん。霜始めて、降り、霜始めて降る。はぁ、難しい。秋深まりゆく、残暑懐かしむ今、宜野湾のぬくもり感じて、ファンキーにグルービーにスイングしようぜ。FM ギヌワンベイビースタッフちゃん、チェケラ、R&B だぜ、おはようございます。ということで、昨日は、京都西日本、京都西本願寺の、大学ミュージアムで開催中の浄土真宗と、本願寺の、これなんて言うんだろう。龍谷大学のミュージアム。名宝展。名宝展を見て堪能しました。すごい歴史的名宝の数々に感動しました。秋やっと最高。じゃあ、ポット魔法瓶ということで。名宝展、博物館みたいな感じ、うん、文化に関するものをいろいろ展示しているような感じ。宝ですか。ほう。名宝展か、なんかそういう博物館とか最近全く行ってないからな。行きましょう。行く機会がなかなかないから。沖縄だったらね、県立博物館とか、うん、そこですよね。
ね、毎日何かしら毎週のように何かしら開催してますからね、毎月のように、毎週毎月、いろいろやってるから行ってみたいではありますよ。ということで今日お送りしましたモーニング8ですが、今日は私ユニフォームについてテーマをね決めていろいろ話したんですけれども、やっぱりね人それぞれ仕事でも着るだとかさ、こういうのがこだわりだとかいろいろあると思いますよ。私も今日はチュラハマ大使のユニフォームを着てお送りしていますが、これからも、ギノワンももちろんですが茶団長も一緒に PR していきたいと思っていますので、楽しみにしておいてくださいね。今日お送りしましたモーニング8は This is Mino でしたよ。また来週お会いしましょう。さよなら。さよなら。もう最後に喋って。違う。BC がさ、中途半端だったっけ今。写真撮ってください。あ、ぜひぜひ。撮って。俺写真撮ろうかな。写真撮るという発想がなかったな。すごい。なんか違いますよね。見てもいいけど触らないでくださいね。